さあ続きましては、ある日前からバースデーマッチの模様をご覧いただきます。さあこちらの指名した人はこの人です。 JWT の倉垣翼。やはりこのもう本当にボリューム満点って感じですね、神さん。ボリューム満点です ね、 なんかあの全部乗せって感じしますよね。全部乗せですよね。あらららららら、なんかこれ酢うどん、なんか酢うどんっていうかかけそばっていうか、はいはい、かすうどんみたいな、かすうどんみたいな、なんかこうさくさらっとした、そうですね、そうめんっていうか、あ、そうめんに近いですね。具なしのそうめんっぽいですよね。はい、具なしのそうめんという、あの九州豚骨ラーメンの全部乗せみたいな対決になっちゃいましたね、はい、なんかわー、うん、やはりこのボリューム感全然違います。さあまずはハルヒがうまく詰まるパッケージ、あ、意表をつく、あ、これいいですね。さあ体の大きい人と対戦したかったというハルヒ、これはなかなか頭を使った攻防だ。さあ体の大きい人にはやはり丸め込みでいくのが一番という、そのハルヒの考えでしょうか。あーと、これも2カウント。まあハルヒはね、この JWP のこの倉垣翼を指名したというのは、体の大きい人、まああのデブな人と当たる機会が多かったと、はい、でもその中で当たってない人を考えたらこの倉垣翼だったと。ああ、まあ確かにちょっと記憶にないですね。確かに、あとね、はい、倉ちゃんもデブのくせに動けるんですよ。そうなんですよ、動けるデブ、飛べるデブですよね。飛べるデブですよ、はい、綾子と一緒で。そうなんですよ。しかもね、あのムーンサルトもやるし、ひねった形のムーンサルトとかねもやるしね、はい、あとなんかいきなりロープ飛び乗ってドロップキックするし、この人ドロップキック昔から綺麗ですよね。そうそうなんですね、両足綺麗にそうやってやるんですよ ね、 ね、なんか太っても綺麗に飛ぶなっていうか、はい、そこは変わらないですよね。まあハルヒにとってはね、非常にバースデーウェーブ、いい相手を選んだと言ってもいいですよね。そうですね、はい。まあ、神さんはこのクラガキが相手って聞いた時はどう感じました？クラちゃん、いや、うん、ね、ハルヒは結構ギリギリになって言ってきたんですけど、はいはい、クラちゃんやってなかったっけ、うん、と思って、はい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 、そうですよね。まあ確かに春山は何回かね、パートナーの方のウェーブに参戦してる記憶あるんですけど、はいはいはい、クラガキはさ、そういえばなんか6人タッグの試合とかで何回か出た記憶あるんですけど、クラちゃんね、たまに地方とかに呼ぶんですよ、そうですよね。やっぱりなんか、うん、動きが派手じゃないですか、この人、はい、したらね、地方向きなんですよね、うんうん、言ってみたら。そうそう、お客さんに分かりやすい、ね、お客さんに分かりやすい、はい、なんかもう完全懲悪じゃないけど、うんうん、大きくて動けて、はい、こんな飛べるんですよこの人はみたいな、そうなんですね。見かけは本当にプロレスラー前としてますからね、はい、しかもそれで飛べると、でうるえー言うてるけど普段はへーって、そうなんですよ、普段はすごくおとなしい、普段すごくおとなしくて、はい、黒いレースのブラジャーとかしてるっていう。わー、そうなんですか。そうなんですよ、余計な情報ですね。もこれね、でもガミさんのそういう情報が知りたくて毎週ね見てる方も多いんですよ。やっぱもうこれ毎週放送になって約2ヶ月経ちますけども、はい、どうですかガミさんの周りで反響の方は。私ツイッターをやってるんですね、でツイッターで、はい、ハッシュタグっていうのがあるんですけど、うんうんうん、ウェーブのテレビっていうハッシュタグをつけてもらうと、こうキュッとこう仕切ってくれるっていうか、こう集まる、あ、見てる人が、見てる人を、はい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 、集めて見れるっていうのがあって、うんうんうん、で結構チェックするんですよ、その、はい、この時間帯に、はいはい、それ皆さん結構書いててくれてて、お、嬉しいですねそれね。そうなんですよ、はいはい、でもうみんな、うん、こう11時31分2分ぐらいになって言うのが、はいはい、やっぱり30分じゃ物足りん。はいはいはい、で それに1通ずつ、それが作戦なんですよっていう。うまた来週って、はいはい、そうなんです。ウェーブのね、この30分になってからね、いつも思うんですけど、もうちょっと見たい、もうちょっと見たい、もうちょっと見たいっていう、もうちょっと、もうちょっと、なんかね、腹8分目ぐらい、7分目8分目なんですよね、はい、でね、またこのね、プロデューサーのディレクターの人もね、そういう戦略を立ててね、はいはい、予告編でね、また次見たくなるようなものをね、そう、やらしい、やらしい、そうなんですよ。もうこれ僕にとっては大映ドラマの戦略だなと思って、ね、そうなんですよ、手法だなと思いますよ。それぐらいなんかね、やっぱりこの30分っていう枠をね、フルに使ってますよね。そうなんです、うん、ってことはね、ツイッターやられてる方はぜひね、毎週水曜日の11時半、23時半過ぎたあたりにね、ぜひ感想を書き込んでいただきたいですね。そうですよね、はい、本当になんかツイッターなりフェイスブックなりで書いていただけると、そうですね、私本当にちゃんとはい、お手伝ってね、お、素晴らしいですね、ガミさん、本当そこはチェックマンとしてね、はい、機能していただいて、意外とまめにやってます。ああ、そうですか、はい、でちょっと楽しみですね、その届いた意見でね、何か番組の構成が変わる可能性もありますからね。そうですね、はい、それは非常に楽しみですね。さあウェーブの本当に毎週放送になってから、まあ、いろんな、反響が届いております。さあここで春日の、おー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 、今
雪崩式のこれ何ですかね。ダブルリストですか。ダブルリストですかね。しかもこの体の大きい倉垣翼に対してハルヒが決めていきましたね。何すんの何すんの。さあさらにまたしてもトップロープ。さあ今度は何だ。ちょっと距離があるが、おーい、これはダイビングのフットスタンプ。今腕に行きましたね。そうでしたね。腕ですね。まあ倉垣といえば剛腕で売る選手ですからね、はい、腕回りがなんと45センチということで、まあ普通の女性のねもう太ももぐらいありますもんね。45センチもあんの。はい、もうそれがあの女子プロ界一の剛腕っていうそのキャッチフレーズの由来なんですよね。去年一緒にニューヨーク行った時ね、ええ、酔っ払ってニューヨークのあの真冬で半袖で歩いてましたよ、はい、半袖は似合いそう。タンクトップとか似合いそう。じゃ半袖まくり上げてなんか誰しかまくり上げてニューヨーク雪とかあった酔っ払ってペロペロになってましたよ。でもね T シャツだと似合いますもんね。いやすごいなこれ、うん、そうなんですよね。 JWP1 いや女子プロレス界1と言っていいでしょう、この剛腕ファイター倉垣翼。さあそのラリアットは本当に泣く子も黙ると言われておりますが、さあここでエビ渡辺合戦だ。どうだ決まるか。危なかったハルヒ。さあ体の大きい人対策、まあハルヒもいろいろ考えてるとは思うんですが、さあこの先ああ出た出た、ここでこれが出ました、剛腕ラリアット。まずは一発至近距離から決めていきました。カウント2。それ全部乗せとんこつの方が強いわね。それは実力的にはねそうですけども、あー出たー。さあ七色式と言われるこのバックドロップ、どうだこれも決まるか。危ない。いやー倉垣翼、まあ倉垣選手はね本当世界戦略というのを描いてまして、この自分のこの、パワーと言いますかね、その、はい、誇るべきも力を世界にもう伝えたいというね、そういう目標があるんですね。行った方がいいよ、うん、それだけのもの持ってますもんね、うん、アメリカ行きよかったもん。そうですよね。さあここで決まった、このままメダルウィング、あーっとスリーカウント入ってしまいました。ひょいひょいってやってます。軽々と持ち上げて軽々と投げましたよね。倉垣翼の勝利でした。うん、まあ春日もねところどころなんか頭を使った頭脳作戦をね、出したんですけどもね、まあちょっとパワーになりましたね、はい、そうですね。まあしかしまあバースデーブ渋谷選手もそうでしたけども、ハリー選手もねすごく